イヴァン三世、イヴァン三世はシーリエビチ、ロシア語、スリーラテンモ自転車の例、イヴァンスリービチロビッチ、1440年1月22日から1505年10月27日は、モスクワ大公、在位1462年から1505年。バシーリー二世とセルプホフ公、ウラジーミルの孫娘であるボロフスクの公女、マリアやロスラブナの長男、イヴァン大帝、 の異常で知られ、ルーシ北東部をタタールの首輝きから解放し、モスクワ大公国の支配領域を東西に大きく広げて即位時から四倍増とし、強力な統一国家を建設した名君と評価される。イヴァンは即位直後から侵略、婚姻、相続といった様々な手段を使い近隣諸地域の併合を続けていった。まず1463年に、 ヤロスラブリの諸公に、1474年には、ロストフの諸公にそれぞれ統治権を譲るさせた。イヴァンは1465年に、妹アンナ・バシーリー・エブナを、リャザン大公・バシーリー・三世セイに訪がせて、リャザン広国を保護国化し、さらに1503年に、広国の半分を治療に組み入れた。また、トベギ広国は、イヴァンの最初の妻マリア・ボリソブナの兄ミハイル・サが、 統治していたが、この義兄は、ポーランドを及び、リトアニア大公のカジミエシュ四世と結んでイヴァンに、敵対史を企んで、逆にイァンによって1485年に、トベリを奪われた。イヴァンは別々の法体系を持つ、諸地域を事業に組み入れていったが、モスクワ大公国全域に適用される1497年法典を施行して、これに諸し、中央集権体制への宣弁をつけた。 この法典は、訴訟規則や刑罰を規定し、また正有利の日に認められていた農民の移動の自由などにも法的規制を設けた。大公国内の分量制の伝統は続いていたが、イヴァンはその弊害を最小限に抑える努力を怠らなかった。1462年、公くらいの継承と同時にイヴァンは、大公国領のおよそ半分を手に入れたが、 残りの領土は監修に従い四人の弟たちに分領として与えられた。しかしイヴァンは二人の弟が子供なくして死ぬと慣例を破って彼らの所領であるドミトロフ、ボログダを回収した1473年、1481年。イヴァンのこうした政策に存命中の二人の弟のうちウグリチコアンドレイは反対するようになったため、 イヴァンはアンドレイを捉えて獄死させた。1486年にもモスクワ大公家の文家が支配するベローゼロ公国が併合された。地政中の最も大規模な併合政策は1478年のノブゴロド共和国に対するものだった。1471年、イヴァンはノブゴロドの親リトアニア政権を遠征によって倒し、 以前よりもノブゴロドにとって厳しい条約を結ぶことに成功した。それから間もなく、ノブゴロドからの外交文書の中で、イヴァンの故障を、それまでのゴスポリンではなく、ゴスダリと記すという一件があった。ノブゴロドは、イヴァンの故障の件については、以前の通りだと述べたが、イヴァンはこれをブレートとがめて、ノブゴロドを包囲し、1477年には直接、統治への移行を強要した。 これによって、貴族共和制国家ノブゴロドは終焉を迎え、親モスクワ派も含めたすべての貴族たちは1500年頃までに、所領を奪われて、他地域に強制移住さられた。大主教、修道院、貴族らから没収した領地は大公に仕える。貴族たちに与える法治、ポメス地への厳選となり、大公権のさらなる強化につながった。イヴァンの治世の終わりには、 ロシアに残るモスクワ国家以外の法的な独立国家はイヴァンの妹アンナが治めるリャザン公国及びプスコフ共和国のみとなったがこの2国も実質的にはモスクワの支配下にありロシアの統一がほぼ達成された1467年に妻マリアに先立たれたイヴァン3世は1472年最後のビザンツ皇帝コンスタンティノス11世の 弟ソマスミコの娘、ゾイ、ロシア5名、ソフィアと再婚した。ソフィアとの結婚は、その後見人だったローマ教皇パウルス2世の強い、後押しで実現したものだった。教皇には、正教会に属するロシア教会を、ローマカトリック教会に倶えさせ、モスクワをオスマン帝国の脅威に対抗するための駒にする意図があった。イヴァンは、 ソフィアと結婚した1470年代から、サーリの称号を使用し始めた。ただしこの称号は、タタールの君主やロシア近隣諸国の王を指すときに使われるもので、もともとは、カイサル、ローマ副邸に語源を持つとはいえ、当時のロシアでは、王、独立した君主程度の意味しかなかった。サーリ称号を使用し始めたことを、ビザンツ皇族女性との結婚によって、 東ローマ帝国の後継者になったという政治的主張と解釈するのは当時のロシアの国際的地位から見ても無理があると思わる。しかし後世になってロシア国家が第三のローマとして世界帝国の継承国家を辞任する上でこの結婚が大きく影響したことは間違いない。ギリシャ人とはいえ亡命地ローマで育ったソフィアは洗練された。 イタリアの文化を文化的偏境であるモスクワに持ち込んだ。イヴァンはルネサンス建築への関心を示し、イタリア人の建築家や技術者を呼び寄せて、モスクワのクレムリンうちにある宮殿や、教会の本格的な建設や改築を行わせた。建築家のアリストティル・フィオラバンティが、ウスペンスキー大制度を179年に完成させたのをはじめ、 ブラゴベシチェンスキー大聖堂やアルハンゲリスキー大聖堂が建設、再建されて、堅道な城塞であったクレムリンは、壮麗な宮殿へと変貌を遂げた。イヴァン三世統治期のモスクワ国家は、西部ではリトアニア大公国、東部、南部のタタール支配下の諸地域では、ジョジウルスの静着を自認するダイオールだと敵対しており、この東西の敵が同盟を結んで、モスクワに挑戦する状況にあった。 このためイヴァンは、クリミア半国のメングリ一世儀礼と同盟して、これに対抗した。大オルダの君主であった、アフマド・ハンは、モスクワ大公に対して、功能と神珠の再確認を要求して、何度もモスクワに攻め込んでいた。1480年10月、アフマド・ハンは、ポーランド王、リトアニア大公のカジミエシュ4世の援軍を、期待しつつ、 モスクワへの大規模な遠征を開始したが、イヴァンは、ウグラ側に大軍を結集させて、アフマ軍の特化を阻止し、アフマドハンは、数週間後に退却した。このは、ロシアが、タタールの首引きから最終的に解放されたことを、象徴する事件として、ロシアの歴史で最も重要な出来事の一つとされる。イヴァン三世は、火山反国の保護国家も試み、火山の巫女で、 モスクワの進化となって、カシモフ半国を統治していたカーシムを火山の藩に建てようと考え、1476年から1469年にかけて火山に3回の遠征を行ったが、成功しなかった。さらに1482年に再び火山で、藩くらいの後継者争いが起きて、敗退したムハンマド・アミーン王子がモスクワに逃れ援助を要請すると、 イヴァンは1487年にモスクワ軍を率いて火山を包囲し対立反イルハムミコの政権を崩壊させた。福井したムハンマド・アミーンはイヴァン三世への忠実な同盟者となイヴァンは以後のリトアニアとの戦いに先進することが容易になった。しかしイヴァンはタタール諸国への効能を不定期の贈り物として続けておりタタールは未だロシアの脅威であり続けていた。 イヴァンは1480年代頃からリトアニア国境への侵入をはじめ、リトアニア大公国領の一部であるルーシ西部への影響力を築いていった。1492年にカジミエシュ4世が死ぬと、ポーランド王位とリトアニア大公位が二人の息子たちに別々に受け継がれたため、両国の同訓連合が一時的に解消された。イァンはこれを後期と見て、 リトアニア大公国領のブヤ島を占領した。モスクワとリトアニアは1494年に旧戦条約を結び、リトアニアはイヴァンが主張する全粒子の君主という称号を、め、モスクワが占領したリトアニア領、岡川上流公国軍などを割上した。そして翌1495年には、イヴァンの娘エレナがリトアニア大公、アレクサンデル、アレクサンドラスと結婚した。 当時のリトアニア大公国では、カトリック教会が国内の聖教徒を圧迫しており、粒シ系のリトアニア大貴族たちの中には、聖教徒に対する扱いに我慢できなくなって、イヴァン三世に真珠を誓う者も,も出ようになった。1500年5月、イヴァンはリトアニアに対する戦争を再開し、ベドロシャの戦いで敵軍を破った。一方、 娘子のアレクサンデルは1501年に兄が死んだため、ポーランド王位を継承し、ポーランドリトアニア連合王国を復活させており、ポーランド軍をこの戦争に投入して、重要都市スモレンスクを防衛することができた。1503年4月に再び休戦条約が結ばれ、モスクワはチェルニーヒウ、ノブゴロドセーヴェルスキーなどを含むリトアニア支配下にあった。 呂氏西部のかなり広い地域を治領に組み入れた。バルト海に接するノブゴロド共和国とプスコフ共和国を支配下に収めたことにより、イヴァンは必然的にリボニアのドイツ騎士団、スウェーデンなどとのバルト海世界の覇権争いに巻き込まれ、ドイツ騎士団の野心に対抗するため、イヴァンは1492年にナルバの対岸に要塞都市イバンゴロドを建設したが、この地は 経済的な拠点としても反映した。イヴァンはさらに、デンマーク王ハンスと同盟を結び、1495年には、共同でスウェーデンとの戦争に乗り出したが、この戦争はデンマークを利するだけに終わった。1490年、イヴァンの同盟の長男で、後継者だったイヴァンが没すると、その息子ドミトリーと、イボテー、バシリーのいずれを四次にするかで対立が起きた。これは、 双方の母親であるエレナ・ステパノブナ、モルダビア公主テファン三世の娘と大公妃ソフィアとの宮廷における主導権争いが表面化したものであった。ドミトリーを支持したのはイヴァン三世と親しい大貴族派閥であり、バシーリーの支持者にはイヴァン三世に批判的な人々が多かった。この対立をさらに複雑にしたのは宗教問題である。ロシア正教会は当時、 教会財産の放棄を訴える、非保有派と、これに反対する、保有派に分かれて対立していたが、ドミトリーの母エレナは、非保有派に近いセクト、ユダヤ派の信者のため、保有派はドミトリーを嫌っていた。イヴァン三世本人はといえば、教会財産を没収する目的から、非保有派を支持していた。1497年。 バシーリー支持者によるドミトリー暗殺計画が露見し、バシーリーの支持者の多くの者が処罰を受け、バシーリーと母、ソフィア大公妃も軟禁状態に置かれた。1498年2月にはドミトリーが共同統治者とされたが、ソフィアは陰謀を巡らして、夫の重信孔を失脚させ、自分と息子の名誉を回復させた。 そして1500年にはバシーリーが改めて共同統治者に指名され、1502年にはドミトリーと母エレナが逮捕された。バシーリーの勝利は、政教会内における保有派の優位を決定づけ、1503年の教会会議では、ヨシフボロツキーラ保有派の主張が通り、教会財産の世俗化は否定された。さらに翌1504年にはユダヤ派が一端として断罪され、 非保有派に近い自らの立場が弱まっていく中で、イヴァン三世は1505年10月に死去した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。